はい。今回は札幌ドームについてやっていきましょう。皆さん、札幌ドームがすごいことになっていることご存知でしょうか札幌ドームというと野球以外のイベントを開催することもできるんですけども、やっぱり野球の試合があっての札幌ドームだったと思うんですよね。 しかし、このプライドが高すぎる札幌市の老害たちが日本ハムの要望を受け入れずに老害たちが札幌からですね日本ハムを追い出してしまいもう相当やばいもう経営状態としてですねこの札幌ドームが相当やばいことになっています今回日本ハムが出ていってえ初めての決算だったんですけども案の定大赤字っていうですね札幌ドーム解体まっしぐらーっていうですねえプライドが高すぎる札幌市の老害たちざまあーっていうですねえそんな状態 になってていいいいるようでですすのでお話ししていきたいと思いますえちなみにですね、これまで札幌ドームは日本ハムの本拠地でしたけども、今はですね、とある宗教団体の本拠地になっていまして、これまた面白い話もありますので、後半紹介していきたいと思います。それではですね、まずはメインのお話からやっていきましょう。えこちら、札幌ドーム大赤字というですね、お話からしていきますえ。こちらの記事見ていきましょう。札幌ドーム赤字5億円超、3月期 日本ハム移籍後初決算、テコ入れ不発っていうのでですね、やっぱ老害が打つこういうテコ入れなんてですね、もう何も通用がしませんというのでですね、えー、もう相当ひどいことになっていますと、札幌ドームを管理運営する札幌市の第三セクター、札幌ドームの2024年3月期決算で最終的な儲けを示す純損益が5億円超の赤字となることが18日、市の関係者への取材で分かった。 プロ野球、北海道、日本ハムの本拠地が北広島市に移転してから初めての決算で、日本ハム関連の収入がなくなったことなどにより、当初想定していた赤字額2億9400万円を大幅に上回った。日本ハム移籍後の収益対策としては、市は約10億円を投入し、ドーム内を暗幕で仕切る中規模コンサート用の新モードを導入したが、 利用は3日間、たったの3日間だけで、収益改善には至らなかった、というですね。えー、こんな記事が出ています。もう何もかも失敗する札幌ドーム、えー、それからですね、札幌市っていうですね、えー、日本ハムの要望を受け入れていれば、今でも札幌ドームで日本ハムの試合が行われていたんだと思いますけども、もう頑固な頑固な札幌市の老害がですね、それを受け入れず、どうせ日本ハムはこれを受け入れるだろうと、もうどうせ行くとこないし、もうこれ受け入れ 受け入れるしかないんだよと値上げしても日本ハムはこれを受け入れるんだーってですねもうカをくくっていたらですねもう逃げていかれてこの結果なわけですよね、まさにですねまマーというざま、ね、ー以外何者でもありませんとえこちらがですねこれまでの札幌ドームの業績の推移になるんですけどもまあほぼほぼですねこれ何か、まあ、コロナとかでですねあのー、一時的にマイナスになる赤字になることはあるんですけどもずっとですねこれ黒字なんですよね。 何か大型の修繕とか、えー、そういうものとかコロナぐらいなんですよね。 だからですね普通に運営して、まあ、普通に野球チームが入ってくれて、えー、運営ができればですねこれは黒字になるはずなんですけども、まあ、老害たちがですね偉そうなことを言って、えー、日本ハムを追い出した、うん、そういうことをしてしまったがためにですね大赤字になってしまうというです、ねまあ、こういう赤字はですね札幌市の住民の方市民の方が払わないといけなくなってしまいますけどもいやーこういうのはですねこういうい赤字はですねぜひ、こういう老害たちはですよね あのー、日本ハムを追い出した老害たちが支払うべきじゃないかな、というふうに思いますけどねで。面白い点がですね、いくつかあるんですけども、ちょっとまずですね、こちら見ていきましょう。えネーミングライツ券をですね、3億4000万円で販売していたんですけども、これもですね、大失敗しています。バカっぽくていいな。ネーミングライツの販売で3億4000万円余りの広告収入を見込んでいたが、応募が1件もないという。<laughs> 条件が合わずとかじゃないんですよね。応募すら一件もないっていうですね。コンサートの開催が年間7日間しかありませんっていうのでですね。もう野球チームの試合がない、野球の試合がないからですね、ずーっと空いてるのにですね、これコンサートすら年間7日間しかないっていうですね、じゃあ他に何で稼ぐつもりだったんだーっていうですね、いや、その答え後で,で,で出てくるんですけども、もう何で稼ぐ予定だったんだこいつらは、つってですね、もうガラ空き状態になってたわけですよね。いや、ほんとひどいですよね、このネーミングライツ券。 3億4千万円で売れるわけないだろうっていうふうに思いますよね。こういうのはですね、こういう根付けの仕方もですね、ちょっと馬鹿らしいですよ。なんでもない札幌ドームですよ。もう野球チームもないような、なんでもない札幌ドームのネーミングライツ券なんてですね、買いたい人ってほとんどいないと思うんですよ。そんなところに3億4千万払うってですね、いや、なかなか買わないでしょと。 あくまでプロ野球チームとかがホーム球場で使ってくれるから、まあ、名前がよく売れるっていうことで、まあ、野球場のネーミングライツ券って売れるわけじゃないですか。 ちなみにですね、日本ハムの新球場のネーミングライツ券が年間5億円です。いや、絶対ですね、この5億円と比べると、野球チームがない、この札幌ドームの3億4000万、高すぎだろっていう風にですね、1億6000万円多く払ってでもですね、絶対、日本ハムの新球場、エスコンフィールドのネーミングライツ券買う方が絶対いいわけですよね。まあ、こういう根付けを見てもですね、老外たち、本当にバカ丸出しだなっていう風になってるわけですよね。えー、こちらですね、いいねしておきたい たいと思います。 えー、それでですね、こんな札幌ドームなんですけども、まあ野球以外のイベント、これ何が行われているのか、イベント、そもそも行われているのかっていう話なんですけども、えー、こちらですね、2024年6月のイベント情報を見てみますと、もうこのマイナビ、えー、就職関連ですかね、就職関連のイベントですとか、まああとサッカーの試合がですね、まあたまにあるっていうところですよね。あとはこれかなこのイベントが行われるみたいですけども、まああとサッカーですね、まあサッカーぐらいしかない。もうすごくないですか <laughs> もう平日、ガラ空き。もう週末にですね、サッカーをやってくれるぐらいっていうですね、なんか週末にイベントが入るぐらいっていうのでですね、もうガラ空き状態なわけですよね。さすがにこれで黒字にはならんだろうっていうですね、なんでこれで黒字になると思ったのかっていうのがですね、ほんとすごいですよね。もうミスターガラ空きですよ。 えー、さらにですね、この7月を見てみますと、えー、7月もですね、数件これサッカーのイベントとかがですね、あるぐらいでですね、いやもうほぼイベントないんですよ。この大北海道祭っていうのがこの1個だけですよ。サッカー以外のイベント1個だけあるんですけども、まあイベント関連ですね。 もうほぼないんですよね。うん、まあマラソンもあるか。まあでもほんとひどいですよね。で、唯一ですね、これ太客ですよ。3日間使ってくれるんですね。これイベントと言っていいのかあれですけども、ちょっとさっきイベントには入れなかったですけども、もう唯一の太客がこれなわけですよね。札幌ドームの太客、こちら。いい知らせを広める、2024、エホーバーの承認の大会っていうのですね。ははは。 札幌のですね、ホーム球場になっている、本拠地としてですね、使っているのを、まさかのですね、エホバの承認っていうですね、エホバ、エホバ、我らがエホバっていうですね、もう秘宝、札幌ドーム、エホバのホームグラウンドになってしまうっていうのでですね、いやー、もう札幌ドーム呪われないといいですけどね、いやー、もう日本ハムが出ていってですね、エホバに頼るしかないっていうですね、いやー、ほんと札幌市と札幌ドームやばすぎだろうっていう感じですよね。 でこちらですね札幌市の議員の方が、えー、ポストをされていまして、えー、以前に4億円の赤字になるのではとお伝えをしていましたがこの額になると今の資金残では4年しか持たなくなります税を投入する前に指定管理の見直しの議論を進める形になるでしょう キャッシュがあるうちは経営改善の猶予期間とみなしても幅が大きいと見切りは早くなりますっていうのでですね。これですね。もうあと4年しか札幌ドーム持たないわけですよね。で、これ解体するのにもですね、お金がかかるわけですから、いやー、下手したらですね、もう3年後には潰れてしまうんじゃないか。解体が始まってしまうんじゃないかというですね。もうそういう危機に陥ってるわけですよね。 いやーだってこれ、イベントってなかなかないわけじゃないですか、大型のイベントですよ、あんな札幌ドーム、大きなところでイベントやってくれる人なんて、ですねなかなかい,わいないわけなので、マジでこのままだと、ですね札幌ドーム終了なわけですよね、先ほどのスケジュールを見る感じですね、これからなんかイベントがガンガン入る感じでもないじゃないですか、ガラ空き状態でしたけども、やっぱりあそこに野球が入るだけでだいぶ違うわけですよ。 365日中、もう50日ぐらいはですね、自動で野球で埋まるわけですよ。本当ですね、一部のプライドの高い札幌市の老害が日本ハムを追い出していなければ、こんなことになっていないわけなんですよ。 本当ですねなんか自治体にいる地方の自治体にいるですね老害たちってですね本当考えがやばいですよね、まあ、頑固で、老害でっていうのでですねこういうことになってしまうわけですよね、まあ、札幌ドームがですねこのそれなりに使い古した球場なのであればですねまだいいんですけどもまあもういずれ老朽化して解体するわけですからでもですよ札幌ドームって2001年開業ですからねまだ20年ちょっとしか使ってないわけですよ。野球場の中でではかななり新しい方なんですけども もういやーしかもこれからまだまだ老朽化で余計にコストかかるわけですよほんとですね一部のバカのせいでですねもうほんともったいない税金の使い方をしてるわけですよね、えー、こちらですねいいねしておきたいと思います えちなみに、ですね、他の野球場はどうなのかというところなんですけども、まあ、ちょっと東京ドームについて見ていきますと、まあ、東京ドーム見ていくと、ですね、やっぱり野球関連でですね、もう結構埋まってるんですよね。まあ、都内だっていうので、やっぱりライブとかで使われやすいっていうのはもちろんあるんですけども、野球が入るだけで、ですね、これだけ日程埋まるわけですよ。まあ、これは、まあ、全日本大学野球ですけども。 えここでですね、まあ野球とか埋まってるわけですよね。だからきちんとこういうふうにですね、野球で使ってもらえば全然埋まるわけですよね。まあこういう全日本の大学野球なんていうのも、まあ例えば札幌とか北海道のなんか野球の大会、大学の野球の大会があれば使ってもらうことってできるわけなんですけども、まあやっぱり老害たちがですね、値下げとかってしないんですよね。あの値段を結構あの高くしてるみたいで、そこの交渉に応じないっていうのでですね、まあ日本 日本ハムが出ていった理由っていろいろあるんですけども、まあ、一つはですね、この値段の交渉をしないと、えー、値下げしろって言ってるんですけども、まあ、どん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 やっぱ球場って古くなっていくわけなので、古くなったら本来はですね、値下げしてほしいぐらいなんですけども、むしろ値上げをしてくるっていうので、ですね、まあ、それで日本ハム出ていったわけなんですけども、イベントを見ていただいたところからもわかる通りで、ですね、やっぱり野球をするにはですね、やっぱり、 球場を借りるレンタル費用が高すぎるっていうのがですね、問題になっているわけですよね。まあ、適切な価格にすればですね、まあ、他の野球イベントとかそういうのも入るんじゃないかなというふうに思いますけども、いや、本当ですね、老害のせいでひどいことになっていますと。 えー、こちらですね、先ほどの札幌ドームの記事に対してですね、ネット上の声ちょっと見ていきたいと思います。まあ、北海道の方ですとか、日ハムファンの方々がですね、コメントされていたんですけども、ちょっと、まあ、今回のですね、なんでこんなことになっているかっていうところも含めてですね、いろいろあの書いてくれていたので、ちょっと紹介したいと思います。えー、元に日本ハムファンです。正直、長年の拠点である札幌ドームには思い出もありました。だからこそ言いたいこともあります。 まず、すべての非を認めるべきだと思います。やはり、当時から交渉にはおごりがあったと感じていました。まあそうなんですよね。だから、札幌ドームから日本ハムがまさか出ていくわけはないだろうと、だからこそ値上げして大丈夫だろうっていうふうなですね、そういうところがあったわけですよね。札幌から出ていくわけがないとかなり強気のスタンスでしたよね。それが、球団に愛想をつかされて出ていかれた要因だと思います。 失敗はあっても仕方がないかもしれません。ただ、その後の対応に多くの人の反感を買ってしまったと思います。交渉に関わった人たちは責任を取ることもなく、再交渉に願い出ることもありませんでした。まあ、老害でプライドが高いからこんなこともできないわけですよね。形だけの謝罪だけでプライドがとても高いのでしょう。 今、えー、ハムの若手がのびのびとプレーしているのは、新庄監督の手腕もありますが、札幌からエスコンに移ったことも要因としてある気がしますっていうのでですね。まあ、今ですね、この老外たちから離れてですね、日本ハムがのびのびやっていますというのでですね、まあ、あえまあ日本ハムに関しては新庄監督も来たし、まあ、移ってよかったんじゃないかと。<laughs> 老外に邪魔されなくてよくなったんじゃないか。まあ日本ハムのですね、あの札幌ドームっていうのはですね、やっぱり野球専門に作っていないっていうところ ところもあって、選手が怪我をしやすい環境でもあったっていうことは言われてますよね。まあ、そういうところのですね改善も要望してもしてくれなかったっていうですね。まあまさにですねプライドの高い老害たちがですねこうやってきちんとした対応をしないがためにですねまあ出ていかれるっていうところがなってるわけですよね。で続いてですねこちらのコメントも紹介します。日本ハムは市の天下り先である株式会社札幌ドームからリースしていたのだが、9億円の年間,年間契約に加え グッズや飲食物の販売売り上げはすべてドームが受け取る形になっていた、まあ、これなんかもおかしいですよね本来、球場、まあ、野球をやってるからこうやってイベントに来てくれるわけなんですけどもでこれ野球選手のお弁当とかグッズとかっていうのもあるわけじゃないですかそれを全部ドームが受け取る <laughs> 絶対ありえないだろうというふうに思いますよね札幌ドームでイベントなどが行われる際日本ハムが球場整理を行っていたが 当然のように日本ハムがその費用を負担推計20億円を日本ハムは札幌市に毎年支払っていたといわれるしかし日本ハムが値下げを要求すれば値上げをし選手の安全性から天然芝に変更するよう訴えても要求を無視するなどし業をにやした日本ハム側は指定管理者市が指定する民間業者を置くように求めたがこちらも無視ついに新球場建設を模索し 北広島市北海道に新球場を作ることを決めた札幌市は年間使用の半分を日本ハムに使われておりサッカーやイベントで穴埋めもできる目算をしていたために強気の態度を取れたのだが蓋を開けてみればイベントも入らず大赤字という状態が続いているっていうのでですねまさにですねざまーっていうですねざまー案件ですよね まあこうやってですね、頑固な老害たちがですね、まあ人の声をですね、全く聞かずにこういう頑固なことを態度を続けてしまえばですね、まあこうやってざま案件になってしまうわけですよね。いや、こいつら反省しているのか、こいつらがですね、赤字も補填するべきじゃないかと思いますけども、まあきちんと前に出てきてですね、自分たちで説明するべきじゃないかなっていうふうに思いますよね。私たちのせいでえ死の赤字が増えてしまいました、つってですね、きちんと説明するべきじゃないかなっていうふうに思いますね。はーい。 え皆さんですね、今回、えー、札幌市とですね札幌ドームも、も大赤字で大変なことになっているというですね、もう見事なザマ案件について紹介させていただきました。えー、皆さんですね、このような各地方自治体にいるプライドの高い老害たちについて、えー、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。